い、リムちゃん、ちょっと今日はね、しほちゃんの部屋で撮影してまーす。はい、じゃあテストね。帰ってきました。帰ってきました、リミさん。なんか濡れてる。え、どこ？テーブル？そう、この飲み物をしてた。いいですか？いいですよ。はい、じゃあ見せてください。何点でしたか？100点取れたんでしょうか？見えますかね、皆さん。94点でございます。3問間違えたね。ここの帰るっていうところが送り仮名を付け忘れました、はい、で、あとこのね、表す写ってるかな、表すの、あの羽がなってなくて、こっちの表っていう漢字の方も同じく羽ができてなかったということで×でした。あのね、はい、漢字練習帳にもね、うん、ほぼ跳ねてなかった。そうだよね、だからもう元々跳ねないでやってしまって覚えちゃってたっていうことで、これはちょっと痛恨のミスですね。はい、ということで3問間違えてしまったので94点でした。でもまあ100点じゃなかったけど、一応ね80点以上は取れたのでもう再テストはしなくていいんでしょ。はい、でね、一生懸命勉強したじゃん、ノートに、うん、それがね、気づけば13ページぐらいやってたんでしょ。それをなんか先生が見て、すごいすごい頑張ったんだねって書いてくれてたね。そのノートがね、今ね、学校みたいで手元にないのが残念なんですけどね、褒められた。あのね、それでね、うん、これ直してね、これハンコを押さえ、あのね、うん、押してもらうときにね、うん、惜しかったねって言われた。そっか、頑張ったのに欲しかったねって言われた。そっか。でもまあ前回40点だったからね、それに比べればまあ頑張ったかな。まあちょっと欲しいミスがあったけどね、しょうがない。この表すのこの跳ねるところはママもちょっとあまり詳しくね見てなかったからね。ママも丸してた、してたもんね、跳ねてないのにね、はい、ということでママも勉強不足だったということで先生すごいね。先生すごいよね。分かった、よく分かった。でもだからリミちゃんこれをね、うん、木にちゃんと羽とかそういうところをきちんと書かないと罰なんだなっていうことを覚えておかないとダメだよ。ちゃんとここは羽とかをちゃんとやらないと逆に丸もらえないってことだ。綺麗に書かないとね、読めない字は罰にされちゃうからね。はい、ということで前回ね40点取ってママに怒られて、その日は一日中勉強して、次の日日曜日だったんだけど、日曜日も一回テストして、でその時はね、あのママこの表のこの跳ねるところを見逃せたので100点っていう点数だったんだけど、違うよ、日曜日100点だったんだよ。そうだから日曜日100点だったでしょ、うん、土曜日は88点で日曜日は100点だったのね、うん、でそれで月曜日に挑んだんだけどまあ100点は取れなかったんだけど、まあ94点取って見事ね、80点以上クリアしたので終わりました。で先生にもちゃんとね頑張ったって褒めてもらえて、そのノートはなんとみんなの前に紹介されたんでしょ。先生がリミちゃんこんなに13ページも頑張りましたって。だけどね、見せてはない、うん、見せてはない、言ってた、言ってた、びっくりしたんだろうねリミちゃんがいきなりね、きっとびっくりしたんで先生どうしたんだろうってちママに怒られたのか、多分そう思ったかもねママに怒られて必死に勉強したっていう証で先生が気づいたのかもしれないですけどねはい、でもとにかく良かったです。はい、というねご報告でした。おいではバイバイ、バイバイ、バイバイ、 see you next time、 see you